高みどる。レッドブルコンマ5来ました。すごいですね。さあ、そのうちにつけられるのか、小川選手。ブルーアウトですね。小野啓太選手、先行のベストオブ5。32の試合をお届けします。さあ、まず小野啓太選手、大きくやっぱ削りながらですね、この先行有利のレッグをまずはキープして勢いに乗っていきたいですね。サイドからトリプル絡めてきます。本当綺麗ですよね。フォームがすごい綺麗です。畳んで伸ばすみたいなね感じの小川選手、まあ、小野選手もね綺麗なんですけど、さあまずは安定キープの小川選手サイドですね。ここはロースコア、356残り、アドバンテージ握りたいですね。139取ったんですかね。217残り、対するは400残りですね。さあ、小野選手がスタートダッシュを決めてる展開ですね。小川選手もトリプル絡む。そしてここで180、220残り。トリプルから157で上がり目出してきます。そして137、アットサイドですね。そして220トリプルから上がり目出してきます。そして140、ナイスアレンジ、見事に決めてきました。125、さあここ見せてくれ。ドドン来ました。もう一本ドン来ました。そして100! レッドブルハイネケン、ハイネケンでしたね。いやすごい、インナー決まってたらね、もうあの2ケースぐらいもらえたんじゃないですかね。あれレッドブルハイネケン、レッドブル夢の上がりですね。アレンジからの決まった。いやー、ここもこのダブルもねきっちり決める。まあ125決めてほしかったな。なかなかね、まだ1回も日本では、あの自分たちのツアーではまだ1回も
125はないですね。レッドブル、ハイネケン、レッドブル。75残り、17に行く選手も多いんですけどね。でも小野選手トライで見せてくれましたね。さあ140取ってきて361乗ってますね。もう狙えてます。止めないといけない小川選手。是が非でも止めないといけない小川選手。180出してね、乗っていきそうな感じしたんですが、トリプルから286からの20。あっとこれは20と271たち、やっぱちょっと違うんですけどね。271の。さあトリプルからの281、残り271ですね。さあここはどういくんだろう。19からいく。そうですね。そして20トリプルが入ればブルで上がり目が出せるんですけど、まあナイスですね。枠をしっかり捉えた感じ。これでね、上がり目も出せないですよね。272、ロースコアですね。ここはいただけないですね。212残り。トリプル捉えたいですね。18っていう形ですかね。18、20、272残り。20からトリプル捉える。もう一本、そしてもう一本。さあ上がり目出してきました。152残り。サイド147からトリプル捉えて87いって70残り。ナイスアレンジ。さあ147残り。さあ60からみたいですね。1投目で来た。87で17、そして10、18。まあ好き好きですね。ここはをチョイスして60残り。さあ70残り。これ小野選手18だったような気がしましたけど、あれなんだっけ。トリプル捉えて、そして4ダブル。決まった。相手に回さず3本で収めて決める。やっぱり強敵小川雄一郎選手なので、このダブルを相手に回さずに60待ちしてたわけですからね、決めるっていうのがやっぱり素晴らしい。さあ17、18と20からの小野圭太選手の3レク目。上につけると投げにくいので打ち分けてくる。小野選手は移動というよりはどちらかって言ったら、打ち分けしますよね。
ワンフォーティー。まあ小川選手ですから、これはもう小野選手もね、勝ち切るまでど集中していかないといけないですね。さあ徐々に下から上に上げていく小野啓太選手のこう夜角ですよね。下から狙っていく小川選手は上から。さあアジャストしてみました。下につけると狙いにくくなる。384残り。さあここはもう削れるところまで削っていく感じ。下からですね、上につけるとサイド19行かずにサイドですね。今度は60。さあ276残り。下につけると少し狙いにくくなる。あでもここはね右サイドが空いてますね。100取って176、ナイスナイスダーツ、ナイススコア。324残り。ここは180しか上がり目ないですよね。265ですね。176。まずはしっかり上がり目を出したい。出して156から136からサイドですね。133残りに対して265残り。さあどういくんだ。19オール19ですね。オール19でサイドから19トリプルを狙いながら外れても上がり目が出る。ナイスアレンジ。170オール19できっちりと57決めて95を取って170130残りですね。133残り。これで132でもう1本18いく。さあ170残り、ビッグフィッシュ。165からのねつながりでビッグフィッシュ狙いに行く。トリプルから、そして入れげん。ナイストライ。いやすごいわ。小野選手も今日いいですね。めちゃめちゃいいです。さあ108残り、20、18、19からいきましたね。57から10、これはどこに入ったんだ。7に入ったんですね。64ですね。というアレンジまで。さあ小野選手、今日はもうキレキレですね。小野選手これ本当今日キレキレすぎますね。皆さんやっぱおっとキレキレなのにこれやっちゃいけないですよね。14ですよね。14でこれで3にアレンジし直しです。そして4ダブル。あー強い。今日ダブルもキレキレですね。